撤去します。自然になってる、枯れてきてるんだな。これだもん。取れるかな。取れた。配管が詰まったの。袋詰めしたやつ。よいしょ。これ取れるのか。ほい、エビ逃げろよ。洗い流します。裏はこんな感じ。流出防止のやつが入ってた。配管取りますね。どうやって？よし、配管取れた。さらに洗い流そう。よし、一旦乾かします。乾かします。わび、綺麗になってきた。ミニワビ、使えんのかこれ。ミニワビが、よし、どうしようかなこれ。後で考えよう。かなり水流あります。余計濁ったぞ。とりあえず苔を外していきます。この草から。虫はどうなった。虫はいるのか。死んだか。ああ、綺麗に剥がれますね。よし、よし、大体取れました。これウイローモスが、これはね、はっつけた覚えないんですけど、勝手に成長しました。これだけ、これだけ収穫できました。どうしようかな。これの使い道どうするか。捨てるのはちょっともったいないですよね。何か使えないかな。かなり綺麗になりました。水を回した方がね、綺麗になりますね。水流を弱める対策もしてます。エビたち、エビたちを救います。あー、これ大変なやつだ。思い出した、思い出しました。大変なやつ。
罠で行くか、罠で罠を仕掛けます。もう散らかってる、散らかってるだろ。来るのか、うん、お前落ちたやつ食ってる。奥の方にだな、奥の方がいっぱいいる。ほら、これはね、やっぱり大変だな。正攻法で行くか、正攻法で。一網打尽、よっしゃ、10匹くらい来たか。よし、地道にやっていこう。手前の落ちてるやつ食べてる。ほい、よし、あとはあれしよう。おそらく最初より少ない、あと数匹残ってるかもしれないんですけど、立ち上げの時よりも減りました。多分夏場暑い時、ファンをセッティングしないで出かけた時、かなり水温上がったんで、あの時の影響かもしれません。これはこの水槽に引っ越します。ああ、ちょっと水少なくなったな。この水槽は水替えするのは1ヶ月に1回ぐらい。うちの水槽の中で一番頻度が低いです。水草水槽じゃなくてエビ水槽なんで、頻度は低いという私の理論ですね。床掃除は2回ぐらいやったかな。多分相当汚れてる。うわ、もうちょっと弱めに。これはね、水量調整が楽なんですよ。レバーをひねるだけ。これですね。これで調整が楽です。あ、ちょっとあれ、切る。あ、切る。水替えのいらないシステムなんですけど、水替えはたまにしてます。システム。うん。エビはね、ほとんど救ったんですけど、まだいるかもしれませんよね。別にこれあれなんだよな。撤去だから綺麗にする必要はないよな。水は真っ黒け。メデル？エビがいます。まだ何匹か残ってます。10匹ぐらいいる。こいつらも全員救出します。あとは土ごといきます。あ、貝はね、死んでるんですよね。やっぱ2匹死んでる。2人ともエビに食われてる。貝は死にやすいですね。長生きしたことない。あ、なんか出てきました。なんか出てきた。はい、この下はね、おそらく保護されてます。濁って見えないけど、うん、もう取るか、取ります。ほら、なんかくっついてきた。くっ
ついてきた。なんか、うわっ、外れた。根っこがね、入り込んでますね。謎の根っこが入り込んでる。スコップあるだろ。もう持てるな。もう持てます。その前にね、照明のあれですね、照明のあれを外します。ちょっと角度が、うん、照明のあれを外して、カシャッ、おっしゃ、暗くなるか。ちょっとここで構図が悪いけど撤去します。もう三脚動かす暇ない。撤去します。撤去します。洗ってきます。洗ってきます。よし、行きます。直接ドボン。ほら、行け行け。おお、埋めちゃえ。全部いった。たっぷり水合わせしたんで落ち着いてます。落ち着いてます。少し賑やかになりました。以上、撤去作業でした。ありがとうございました。なんかね、パッと開かないんですよね。パッと開かない感じがする。わかりづらいな。ほんとちっちゃいんですよね。